疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、はい、ツアー初日が終わりました。はい。うん。ふんころがしのミッチーさんです。どういう心境なの？あの、新曲作ってきてたよ。新曲、ワンスターやってる。タイトルがうんちゃうけど、あの、唇にクリームつけて、自分で言うね。あれは、うん、それ、今それやっていうこと、撮影してない。あ、撮影してるけど、全然入ってきて。全然いいよ。いいで。全然いいよ、全然いいよ。いや、なんでよ、来てよ。おい、タカちゃんです。変な感じだるやん。ならへん。クリームアルトのタカちゃんです。いや、なんかさ、今新曲作ってきた話よ。全然ちょうよ。アイス食ってるから。今はアイストークやから。いや、あの、ふんころがずっと新曲作ってなかったのに、作ってきて、ライブでやるっていうのがやっぱ気になるなと思って、ね、なんでかなと思って。いや、でも、ほんまにグリーンワールドが何か進もうとしてる姿勢が、来たよ、うん。俺はもう何か残していこうっていうのと、うん、まあ、残していきたいなっていう、ほんまに。二、うん、人の形みたいな。うんうんうん、もうそれは別にいつまでたってもせえし、うん、なんでの別に何個あってもいいしさ、うん、だからできるときに作っていきましょうっていうのでたまたま今回タイミング的にできたみたいな。ワンスター、うん、なんかそちゃ久しぶりだね。みんな一生懸命愛されるんだよ。どっけーほんま話したのにいやでもあれ結構好きやったけどな、うん、曲、うん、嬉しいよ。あの2曲目はほんまに意味分かれへん。めっちゃおもろかったよな、あのリズムが、いや俺もどうしたんだろうなと思ってリズムがさ、もうあのなんていうの、小説数マジで分かれへん。ああ、はぁ、はぁみたいな。小説ではやってません、うちやってください。でもあのやっぱミッチーリズム感がいいねやんか、うんうんうん、そのギターのストロークが上手やねめっちゃ、うん、ほんまに、うん、ストローク上手やねめっちゃ。マジで上手なんか対抗してるって言ってたから納得はいってん。なるほどね。あ、それでストローク上手ないって言った。ストローク結構上手、うん、モメより上手。マジでよかった。あ、全然普通の。それ嬉しいわ。シンガーソングライター上手。あ、マジで。めっちゃ綺麗もん、フォームも右手。マジで。でも左手はめっちゃなあ、あり。ミッチさん、右手だけで全部の演出やろうとするから、ね、30分ちょ左手、あの指太すぎてもたつくなあ、あり、すごい。なあ、ありなあ、ありなあ、いやでもなんかまあ、久しぶりに。ふんころの状態はいいんね、今。あ、めっちゃいいと思う。あ、そうなんや。ほんま過去一とか、うん、もう更新されてる感じ。今やから言えるけど、うん、昔一緒にツアー回った時に、うん、ハンバーグと、ふんころとで、なんかツアー最終日に、あの、ふんころ、おるわ、みたいな。日やったやん。4日か5日ぐらい一緒に回ってな、うん、やっと最後やっつって、ペンションみたいなとこで打ち上げしようぜって言って、車、うん、まとめて、うん、雨の中。ふんころ、終わるかもしれない。ええ、こんなにおつまみとお酒買ってっつってもったいなって言ったほんまに。あの時も喫煙所やったな。あー、それなんか横並びやった気するわな。屋根がさ、めっちゃちっちゃくてで、雨降っててやで。あったね。やっぱそこは新曲もあんまなかったからさ、うん、でこうやってやってなんか新しくしていこうってする姿見て、うんうん、嬉しいなと思った。わかる、うん、ほんまに嬉しい。なんかちょっと進みましたね、うん、いやだって一瞬だってさ、もうシャンブルーがさ絶頂の時あったよ、そのピンクちゃんもうふんころでシャンブルーでできることも絶対多いから、うんうんうん、シャンブルー頑張るみたいな、なんかもうやったよいしょってこのスライドね、うん、でも全部伝えてたかもしれんな。なんとかこう音楽の剣道を進んこぎたかったみたいな、うんうん、っていうのがあったし、あ、なるほどなるほど、俺もなんかできることないかな、できることないかなとかってちょっとこううん、してた感じがあってんけど、うん、なんかそんなことせんでも、うん、なんかもう OK かなみたいな、やりたい時に、うん、タバコの日もらうみたいな。いや、私からもらうんだよ、なんかやりたい時に、うん、やりたい方ができたら、それこそなんか自分軸、うん、自分軸、人に軸を置くんじゃなくて、自分の軸で何か物事を捉えていくっていう、うんところで結構今心地いいんじゃないかな、うん、どうしたのか本読んだYouTube じゃん。いや、ミッチー結構な、まあ、気使ってるやんか。
みんなに俺にもかもしれない。いやいやいや、ね、でも最近めちゃめちゃ最近超燃えるようになったの。ちょっとあららなっちゃったけど。なに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 、ちょっと待って出てきてるなあのこっちはまたこっちから、あキッチンカーしなしてから変わったかも。あそうなんマジで。なんか変わったの、うん、何を学んだそこで。体験、こういうなんか、こういうことが働くっていうことで、うんうんうん、それを健太は今選んでてみたいな。あなんかそれに入った時に、あこれって心地いいなと思って。その働いてるっていう環境でこういてる自分っていうのは割と心地よかったから、あこれもありやなっていうのもあって、最近そのディベートみたいな、ディベートその赤か白かみたいなんでそれ入れ替えて話し合うみたいな、どっちの良さもこう言っていくみたいな、その考え方が結構今あって、じゃあまあ働くということを知ってみた。そう知ってみてよかった。まあ世間一般の働くね、うんうん。それはそれでなんかありな人生だと思えて。うん、めちゃありやと思う。うん、俺めっちゃ憧れるもん、うん、サラリーマン。うんうんうん、憧れる憧れる。もう月から金まで働いて、うんうん、土日何しようかなって、うんうんうん、でまあ平日ちょっと飲みに行ったりとかして、うんうん、ゲームしたりして。でのほほんと結婚して子供作って、うん、それなりに頑張って人生を終えるっていう、うん、めっちゃいいよね、うん、それもめちゃめちゃほんまありで、なんていうのかな、こっちが興味あってこう例えばな、うん、こう対局にある人ってやっぱり見えきらん、うんうん、あのもう別に眼中ないねん生きてて、うん、っていう感じが今、うんうん、その俺の中の自分軸なんやろうなと思って、うん、他人と比べるとかその、うんうん、なんていうの、他人の中の自分っていうよりも、うん、自分の中の自分的な感じは強いな。ほうほうほう。やし、このキッチンから働いて、なんか、うん、ああこうやって人って来んねやとか、うん、こうあこういうチームのやり取りあるんやみたいなのがすごいなんか新鮮で学びというか。俺多分な、ミチって社長やと思うんだ顔が。うん。社長が親で。あのめっちゃその何ちゅうのお金持ちになる顔してるね。多分経営の才能あると思うよな俺、その仕事の才能っていうか、そういう顔してるけど、うん、いけると思う。そういう顔してるから、トミーいる顔してる、うん、でいいパパの顔してる、しかも無情か、うん、何か、うん、ほんでそれで子供を守れたりとかさ、家族守っていけるっていうの、それはかっこいいなんで、かっこいいですね、うん、もちろん。でそこに音楽っていうスパイスがこうあって、うん、見に行ったりとか、うん、なんかいろいろ演奏するんじゃなくても音楽を楽しむ方法って、うん、なんかほんまにいっぱいあるなと思って、まあ、何かを成し得るのも大事だけど、うん、まあ自分が楽しかったら、うんうん、曲は全然それでほんまにいいと思う。今楽しないやつはそう将来楽しくないって絶対、うん、今を楽しめてないと次行った時にやっぱ楽しめないしみたいな、それが基準だみたいな。まあまあまあね。まあでもフンコロ今楽しめてないやつを楽しませるやん。いやいや、めっちゃ楽しんでる。おほ、うん、どうした、めっちゃ楽しんでるよ。あ、その今楽しくない人のことも、もう楽しませるよね。フンコロが違う。うつむいたあいついな。うつむいたあいつ。あの牛乳瓶に話させてもらう。うつむいたあいつの。やめてもらって。生きてるから。それでいいね。うん、いや、いい話だな。すげえ。なるほどね。でもそれほんまにあのあれよ、うんうん、今身近なしっていうのもあのすごい共感できるしさ、うん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 、それで俺自由に行きたい人がって言ったら言うわ、うん、まあ働いてても自由でそれ選んでるわけやから、うん、そうやね、ほんまに結局、うん、絶対楽しいと思う。キャンプ用品買いたいもん、うんうん、まあ、ただでもこれが結構おっさんになってから気づく人が多くて、うん、俺とかもそうやし、多分この中高とかで気づかせてあげたいなっていう。気づかせてあげたいね、別に大学行かなくてもいいし、うん、そうやな、そうだから選んで、うん、ちゃんとしたいことがあって、うん、したいことなんか見つからんやん。いやそうよ、いやだからしたいことがあって、うん、目的があって大学に行くとかさ、うん、それの勉強するとかは全然いいと思うんだけど、うん、2年や3年じゃやっぱもう分からんて。いやまず仕事の幅分からんもんね。マジで出会う人によってさ、うん、めっちゃ変わる。うち、それこそ高校生の時にさ、うん、めっちゃ進学校に行ってて、うん、で大学行くの当たり前やし、うん、大学出て就職するの当たり前の、うん、
もう何こう生活やったけど、うん、その時そのグリーンワールドのタカちゃんにバイト一緒で出会って、うん、でそのタカちゃんのシェアハウスにいる旅人とか、うん、なんか写真化しながら生活してるとか、うん、だからそんななんかあ大学ですみんな出てないし普通のうちが思ってる会社員とかじゃなくて、うん、生きてる人っているんやみたいなうちマジ衝撃やってん高校の時に。だからそのだなんか人の生き方に触れる機会はマジで視野広がるっていうね。そうそうそう。ね、でこのスケボーのイベントに行ってさ、うん、何それ、うんうん、そのなんかフードトラックで出店で、ね、そのイベントがあってみんな技を競い合うみたいな、に行った時に多分神戸とかにもあるんですけど、ほうほうほう、そこ結構めっちゃ有名で、うん、今回あの東大阪だけど、うん、もうまあ小学生3年生ぐらいかな、うん、茶髪でパーマかかってるとか、うん、でお父さんメキシコ人とか、で他にもう大体ロングやねん、で憧れてるものがあって多分それにしてると思って、うん、その憧れの強さってめちゃめちゃ強いなと思って、何かをするときに、うんうんうん、でこうやってやってってえ何の話だっけまあまあまああ、違う違う違う、そこで、そこにおる彼らって、そこの場所では普通やねん、うん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 、俺的にはまあカルチャーショックやったけど、うん、そこのグループの中でロン毛でピアスしてる小学生、茶髪、うん、でも学校にいた時に、うん、絶対少数派になるわけだ、うん、だそこがなんかすごい、外に居場所があるっていう良さもあるし、うん、なんかこう、あ多数派と少数派って、まあ、場所変えたら逆になるんじゃないとか、うんうんうん、そういうのを見て、そこは思ったの、うん、いい気づきがある、うん、だったほんまにびっくりしたもん、みんなフレンドリーで、うん、こうやって生きてる大人ばっかりって感じですもんね。お父さんの方も俺ら世代ちょっと上ぐらい、うんうん、の世代でこう応援してるみたいな、うん、めっちゃ綺麗やったけどな、でなんかこう縦のつながりと横のつながりがめっちゃあるなと思って、ちょうど両方いい、ね、スケボー良かった、オリンピックの競技にも私、うんうんうん、やっぱ知らない多分触れることなんてないやん、その出展とかで行かなかったらスケボーやってなかったら会わへん人やしね、そういうとこ飛び込むっていうのがうん、いい出会い、ね、いい経験と思うの、うん、いい経験って受け取れる母体があるからね、その後藤君一位も、うんうん、何も感じた感じから、うん、まあ、確かにただ営業しに行っただけなんでね、知らんのもいいしね、まあ、そう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 そえ、星座の話してる？あ、おひつじ座やろうな、おひつじ座、そうなのやろうなまあでも大人になってからさ、なんかそのお金のこととか仕事のこととか、うん、まあ、楽しさとか遊びとかさ、うん、覚えて何かをやるっていうのはさ、うん、まあ、普通のことやから、うん、もっと若い世代にそれをさ、うん、啓蒙じゃないけど、うん、気づく場面があって革命を起こす場面作れたやな、うん、それで言うと多分、うん、木村から3つ下ぐらいが、うん、多分県内やね、うん、そこで多分一回更新されてねえか、分かる、3つずつあると感じて、うん、今の4歳ってもう俺らがどんなこと言っても、うん、通じない、ここがあるから、うん、あ伝達せへんとかさ、あ、なるほどね、だから俺らの常識はほんまに常識じゃなくなる気がしてて、まあそうやね、うん、でも伝えられて1個下とかさ、2個下とかさ、だからその世代って言ったら多分自分らで1個下ぐらい、なるほどな、まあ、もっと若い子のやったら、うん、もっと若いからのアプローチが、アプローチも必要なんちゃうな、アプローチ大事やろな、いやほんまに考えてること全然ちゃうしな、うんうん、そうっすよね、触れてるものもちゃうもんね、うん、だってゲームボーイじゃなくて、うん、携帯持たせてもらったからさ、そうよね、飛び抜けてるかもしれない、エッチな動画見てるやろしな、ロックされてる子供、安心子供設定されてる声援まあでも俺哲学好きでさ、うん、哲学の本って結構紀元前とかあるんだよ、うんうん、古いからさ、でもそれにもやっぱ通ずるものはめちゃくちゃある、うんうん、真理じゃないけど、うん、研ぎ澄まされた考えはなんか伝えれるんちゃうかな、あの右手で拳を作って顔を当てると痛いとかさ、うん、そういうことを、うん、純粋な事実やそれに関しても、まあ、でもさっきの話じゃないけどさ、うん、そういうまあなんていうこう
こう上手い言い方が分からへんけど、そのグループじゃないけど、うん、そういう人たちがどんどんこうチームになっていったら、うん、若い世代が入ってきたら、うん、そいつらからまた降りるっていう循環は作れる、うん、作れる、うん、作り出すことはできる。だからキム兄が言って今の若いコーラが変わるわけじゃなくて、うん、こうさっきの下下下っていう掘っていく考えをこう、なんていうの、渡していってあげたら下も変わっていくんだ。それ、どうなんで思ったんですか。なんで思った。そう、若い子らにってこと。いや、純粋に若い時って無敵やもん。でもあまりにまあ、才能飛び抜けてたら拾われる人もおるけど、うん、まあ、もったいないな、そのエネルギーって、うん、そのエネルギーもっと使い方あるやろっていう使い方をしてほしくて、で今20歳ぐらいの子らと今ラジオしてるんだけど、まあ、その頃イベントとか若い子ら限定でしてたりするんだけど、うん、そういう子ら通じてなんか、ね、お互いに刺激したいんかなと思って、今パッと思ったのは僕んころとかゲストに見てほしいなと思って。あー、めっちゃいいやん。いいと思うよ、それはね、めっちゃいいと思う。こわばる、うん、楽屋で端っこのさ、あ、でもモーブ来たことあるよね。うん、とか、まあ、今そこにちょっと若い子がおって、そうそうそう、大学生の子が、うんうん、そういうことしたいな。まだ可能性の幅をね、広げてあげたら、逆になんかその今やってる5つあるやんか、あの野崎家のさ、あ、ミュージシャンズかな。あれをどう組み合わせてどうブランディングするチーム作りますかみたいなのが面白い。例えば今尖ってるわけやんか、それぞれのいいアーティストの部分も。それを知らん人が見たときに、あ、このなら3人組がおもろそうやなと、そう、あ、この特性をいかに活かせるか。なるほどな、それぞれのパラメーターを見て、そうそうそう、こいつとこいつやったらみたいな、まあ、どこに営業ぶち込むかみたいな。その部署の人らを見てなくても、その神からの想像で、うん、でもふんこらしくさいとかね、犬3、犬4位とかそうなのよ、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 そどこにぶち込むよ。でもあれ消臭剤的な CM に、あ、実験とかね、実験するしかない、リキリかけてみます、あ、言わないみたいなしかいいから、あ、見に来るって言ってあかんやん、ほんそれでこう学んでいく、あ、もうほんま身内の YouTube やもんな、せやな、あのミュージシャンズ感はな、うん、ほんまに、でもなんかのきっかけでね、あれがいっぱい見てもらった時に、うん、うちらがどういう人と思ってやってるかって、ね、あ、高くん持ってんじゃん、いや、誰も持ってなくて、高くん多分霊をつけたって言ったよ、さっき、でも、俺知らんでみたいな、いや、俺も持ってへんけど、ついさっきなんか18度に設定したって言前あ言ってたね、うん、まあまた、あれやね、ちょっと残りの日数ふんころがして楽しみ、ほんまやな、ね、うん、富山、長野で、京都で、うん、そうやね、ちょっと我々でも、我々もレボリューションしていかないかな、ほんまやで、またあれやな、あのツアーも行きたいな、あ、ほんま行きたい、行きたいね、待ってね、再び行きましょう、行こう、ともに、じゃあ行こうよ、ちょっと最終日怖いから最終日つけないとこ今日いつが終わるか分からないほんまに終わっていく感じ確かに最終日怖い、怖い、ちょっと怖い、なんかほんま、なんか知らんとこ行きたいな、知らんとこな、知らんとこも行きたいけどね、うん、知らんとこも行きたいし、なんか音楽ライブ以外の、前はさ、うちハンバーグみんなで作ったもん、めっちゃ楽しくて、あ、なんか音楽、なんかみんなでやった後に音楽ライブみたいな、ね、めちゃくちゃ楽しかった、それだけじゃなくて、そう、いいよ、作ろうよ、うん、ね、またやー、いいものを一発って感じだな、な、何一発って、いい、いいものを一発、うんうんうん、そうね、何、まあ、それがまあ PV やったら PV の一発みたいな、あの、その、ね、こだわって、うん、なんかそんな感じでやったりとか、よし、いいものをやね、そう、いいものをっていうのは本当に上手いから、あんなの、うん、いろんな失敗経験、うん、継続は力だと思う、さらなる継続は歴史、ね、継続は歴史、そこからさらには、そこからさらにさらには継続一周一周するね、大
からちゃんとね歴史を作っていって、そうですね、いい夜の歴史を作っていってね。ね、アイストークでしたね。はい、いいアイストークになりました。お相手はミッチーさんでした。ミッチーだよ。バイバイ。ね、右でどうなの？みみみ食堂 YouTube チャンネル登録よろしくね。してくれないと怒るよ。